チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもマジかですね。面白いです。ヘイ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  I'm Sprite。 はい、ということでね、今回も、フィギュア紹介やっていきたいと思います。今回は、こちらですね。はい、ドラゴンボールスーパーゼロ5、アルティメットグレードですね、U字。はい、こちらをね紹介していきたいと思います。まあ、ラインナップはね、全4種ですね。ベジットブルーですね。ベジットブルーに、普通のベジット、はい、で、バーラックセンで、メタルクーラーというラインナップですね。はい、これをね私は、1回500円ですよね、ガチャガチャがね、これは1回500円なんですけれども、私は、まあ、そこら辺はね、あんまねやりすぎちゃうんでね、無難に、オークションで揃えました。はいこういう感じでね、それでオークションで揃いました、コンプしてるのを買いました。はい、まあ、それでもね、本当オークションで、送料込みで、2000円だったんで、あれ普通じゃんと思って、だったらね普通に、オークションで買った方がいいじゃんっていう感じだったんでね、買っちゃったんですけど、まあ本当はね、まあ、現地でやる予定だったんですけど、まあ、近くにね、あんまないんですよ、自分家の近くに。このシリーズ、置いてるところがないんですよね。まあ、なのでね、オークションで買っちゃいました。はい。ということでね、じゃあね、一体ね、紹介していきましょうか。はい。はい、ということでね、まず1体目は、クーラーですね、メタルクーラー。いやーやっぱねこのシリーズは半端ねえわ。出来がいい。やっぱね500円だけあるよね、クオリティ。台座もねついてるし、何より造形もねすごい秀逸。いやいいね、素晴らしいよね。これはね、本当出来が本当いい。まあ500円出す価値は本当十分ありますよね。ただダブったら地獄っていうシリーズでもありますけどね。まあ無難にね、本当破産したくなければオークションとかで買った方が安上がりになると思います。はい。まあ、ただねガチャガチャってねそういうんじゃないんですよね。うん、やって何が出るかっていうね、そういう楽しみがあるんでね、だからやっちゃうんですよ、ということでね、1体目は、メタルクーラー。はい、じゃあ次行きます。はい、続いてはね、こちら、ベジットスーパーベジットですね。はい、いやーこれもすごいね、出来が超かっこいいんですけど、これ。いや、マジパネーわ、これ。いや、いいなぁ。このシリーズ、ほんと好き。いや、いいね。ダイソーもあれだし。何より似てるっつうのはね、やっぱいいよね。かっちょいね。はい、2体目は、スーパーベジット。はい、続いてはね、こちら。はい、これですね、スーパーベジットブルー。いやーこれもねいいよねっていうか、これのただの色違いですけどね
造形は全く一緒なんですけどね、色がねブルーになってるってだけで、いやでもねやっぱね造形が元の造形がいいからね、色違いだからもう当然のごとくもうほんとかっこいいんですけどね。いやいいわ、うん、超絶かっこいいわ。はい、これが3体目で残りはね、まあ当然のごとく、こちらですね、はい、はい、こちらですね、バーダックゼム、いやこれはやばいでしょ、これめちゃくちゃかっこいい、なんだこれっていう感じ。もうボリューム感もね、他と全然違うよね、毛のボリュームからしてね。いやめっちゃかっけえ、なんだこれやばいね。いやこれはいいわ。バーダックゼム自体知らないんですけどね、あれであれでしょ、あのドラゴンボールヒーローズのね、あのカードゲームのオリジナルキャラですよね。原作にはちょっと登場してこないやつですね。いやーこれかっこいいわ、すげえかっこいい、これめっちゃいいわ。ひーすごいなこれ、いやこれはいい、うん、これはいいね、いやいえ、はい、ということでね、ちょっとね私の、コレクションディスプレイに並べてみましょう。はい、ということでね、飾ってみました。はい、こういう感じですね、はい、うん、いいね、ほんとこの UG シリーズは出来がいい。これはプレ版限定ですけどね、プレミアムバンダイ、このシリーズね、一つだけね、この悟空のね、普通のスーパーサイヤ人バージョンだけがね手に入ってないんですよ、未だに。もう売ってないからな、誰かください。いやーほんとね、なんかなんとかして手に入れないとな、親亀はね、ちょっとこう後ろにこういう感じでね、ちょっと凝った作りにしてますけど、うん、このね名場面ね、いやこれはねちょっとこれ以上ね多分どんどん増えていくと思うんですけどね、このシリーズ本当出来がいいし売れ行きも多分いいと思うんでね、ちょっと専用の棚を作らなきゃダメだな、もうな、さすがにパンパンになってきたわこれ。はい、ということでね、今回は、以上になりますね。次回のフィギュア紹介も、チャンネル登録してお待ちください。これにてご視聴どうもありがとうございました。